田が三塁に来ました。今阿部が三塁に行きました。そういう時は先頭打者を絶対出さないと。2対0、ベイスターズのリードは2点に広がっています。最後の曲がりでバットが届いてないでしょ。はい、両者ともウィンドブリン広島県民皆さん悲願の初優勝まであとワンアウト。第4球目打ち出したレフトフライ、レフトの水谷バック構えました。